始まるぞどうも、カイです本日はですね、えー、ソードファイティングジャッカルレーダーボディアーマーレビューしていきたいと思います半額で買いましたパッケージこんな感じでこのジャッカルレーダーのデザインが本当好きなんですよ、まあ、もっと早く買っとけばよかったと思いますけどもっと早く買ってたら定額で買うことになってたんであ開けていきます こんな感じですね。ほうほうほう。あ、なんか女性的なボディって感じがしますね。しかもなんか微妙に王脚じゃないな。なんで職業こんな力入れてんだ。よし。で、こっち負けていきますね。よし。ちょっと曲がってますね。大丈夫かな。うーわ、カマ。カマでけぇ。で、あ、金のラインが塗装済みになってますね。ほうほうほう。ちゃんとオパーのデザイン。 ちょっと膨らみがある感じがいいですね。ほうほうほう。シールはちょっと少なめですかね。よし、早速、組み立てていこうん、ね、それでは、完成しました。ファイティング・ジャッカル・レイダー。思った通りですね。いや個人的には本当に、神の出来ですね。まあ、なんかアヌビスをモチーフにしてるんで、まあ、神ならも納得かなと思うんですけど、まずこの、 ベースがついてて、で、このハンドとかをですね、全部こう、刺しておけるのがいいですね。で、えっと、本体なんですが、ま、先にちょっと、ま、苦言といいますか、この、カマーを持つ手がですね、黒なんですよ。で、設定ではジャッカルレイダーって両方とも手白いんですけど、 まあ、あの、成形色の関係で、ま、持ち手は黒になっちゃってるっていうのが、ま、気になる人は気になるかもしれないですね。僕は、あの、大丈夫です。なんかあの、鎌を持つと手が黒く染まってしまうみたいな、そういう設定で遊べばいいじゃないかって思うんで、物語の設定は俺が決める。続き行きましょうか。で、ちょっと鎌を外してみると、こんな感じですね。あ、本当にあの、 やっぱり女性的なラインがよく出てるんですよね。で、ちょっと感心したのが、あの、王客にならないんですよ。まあ、ちょ、ちょっと空いてますけど、これすごいなーって。前、あの、レビューした、あの、フィギュアライズスタンダードでしたっけそれのフミナ先輩は、こう閉じてみると王客になっちゃってたんですけど、触眼で王客にならないっていうのは、すごいですね。 これは私、あの、メガハウスかどっかが設計してるんですかね。いや、すごいと思います。で、ちょっと顔のアップですね。顔全体的にちょっとシールなんで、僕ね、シール貼るの苦手なんですよちょっとこの辺ずれました。ま、ま、いっす。<laughs> で、この辺もシールで、足のこういうところもシールですね。で、稼がこんな感じで。結構あの、硬い感じで、いいなーって思います。 フい。<laughs> し、まあ、反面ですね後ろがやっぱりちょっと塗られてないんですよね正面だけに全力投球って感じでまあ、許します耳は塗られてるんですけどねよいしょでカマがこんな感じですね、まあ、ここのシールで、まあ、ここもシールなんですけど、まあ、感心したのがここにシールをまあ貼ってないことによってですね ま、こうやって持たせた時に、シールが剥がれる心配がないっていうのがいいですね。っていうかもう、デザインほんといいなあの、近所のイオンなんですけど、ま、低下ですけど、まだジャカルレーダー売ってるんですよ。だから、あるところにはありますね。で、えっ、ー、と、スタンドですね。足の裏に穴があるんで、まあ、ここにつけとっていう感じで。 いいですね。僕、あの、ソードってこれで2体目なんですけど、ちょっとファンになりそうです。1体目がこの残月だったんで。で、なんかベースとしてこう、つなげることもできるみたいですね。こっちがいいかな。うん、ちょっとすいません。拳が、まあ、ここにジョイントがあるんで、ちょっと拳が邪魔してできないんですけど、つなげることもできるんで、まあ、そういう風につなげて遊んでいきたいと思います。 というわけでですね、まあ、本日の、えっと、ファイティングジャッカルレーダーのレビュー以上とさせていただきます。えっと、また、12月28日に騒動の、まあ、新しいシーズンが出るみたいで、それには、オルトロスバルカンがラインナップされてるんですよね。ちょっとオルトロスバルカン狙いたいと思います。あと、ガイムの方も、なんか、 勝ち時とか一般発売されるみたいなんで、勝ち時とあと残月新を狙おうかなーって思ってるんで、はい、またあの、ちょっと相当僕ファンになっちゃったんで、これからもちょっと集めていきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。それでは今後とも皆様の購入の参考になるレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。カイゼリンでした。ありがとうございましたいやー、ほんとデザイン素晴らしいなー。これ、なんか、すぐ出てこなくなっちゃったのが残念ですね。